其是张怡宁是石川佳纯的偶像，当我们再次问起和偶像对决是怎样的感受时，石川佳纯给出了这样的回答：幸福。我喜欢张怡宁，2007年、2008年左右，可能我第一次打世乒赛的时候看过他的比赛，很厉害，就特别喜欢，什么都喜欢，偶像嘛，超2年石川も憧れ続ける卓球界のスーパースターが今年ゲストとして会場に訪れていたのだ。強くなるときに何が一番大切ですか？心手合一。一个就是整心手合一っていう言葉があるんだけど、頭で考えるのではなく心で思った通りに手が動く、そういう境地に達するように練習を積み重ねることが大切だと思うわ。その時だった。偶然心情丁寧が通り過ぎる。二人の女王にあって自分にないものが欲しい。丁寧性を見てフィジカルをもっと鍛えた方がいいって思ったわ。2年前に比べたら強いボールが打てるようになったけど、まだ続けて打つことができないわね。谢谢。